いや、ゴムがいっぱい持ったから食べたんだよ。あ、それならガムボールマシンを作ってもっと楽しくガム食べようよ。ミルキッズクラブ、ミルキッズクラブの時間だよ。はじめまして、ゆいりんです。おとちゃんです。というわけで今日はこの紙コップを使って簡単にガムボールマシンを作りたいと思います。というのも、この前の撮影で6種類のフルーツガムがたくさん余っちゃったんだよね。なのでこのフルーツガムを入れる6種類のカラフルなガムボールマシンを作っちゃうよ。イエーイ。それじゃあ早速作って。見る。用意するものはこちら。ゆいりんはリンゴ味のガンボールマシンを、おとちゃんはグレープ味のガンボールマシンを作っていきます。はい。じゃあ初めにガンボールが出てくるところを作るよ。ここね、チャッキン。おい、上手。続きまして紙コップの表と裏、そして上に穴を開けていきます。うん、お、大丈夫。カッターは大人でもね、気をつけないと。じゃあ次行こうか。横、ここはやっぱね、むずいよ。これはちょっと大人にやってもらった方がいいかも。次に画用紙でハンドルを作るよ。ではゆいりん、画用紙でこの形に切ってください。はい。はい、まっすぐ切って。ナイス。画用紙を丸めます。さっき開けたこの穴にちょうど入る大きさに丸めてね。うん、こうやって丸めて、はい、いい感じ。そしたらじゃあ一旦出してテープで留めましょう。うん、ここに穴を開けます。切れました。切れました。では次にガムが落ちないようにハンドルにティッシュを詰めていきます。それじゃあハンドルを紙コップに差し込んでみて。はい、よし、来た。ハンドルにテープを巻きつけます。いいかな、くるっとね、巻く感じで。うん、紙コップとラップでスロープを作ります。紙コップをもう一つ用意しました。そしたらこの紙コップを重ねてこの余った部分を切ります。こういう風に持つと、いいよ、よし、切れた。紙コップを斜めに切ります。硬いところがあるからふっってなるよね。切れました。はい、ラップをつけていくよ。ガムが転がるところを作るので、ここをね、斜めにする。ここね、ここがこうできれば、はい、はい、スロープできました。それではさっきの紙コップとこのスロープを重ねましょう。じゃあゆり、ガムボールが出てくるか試してみようか。はい、そう、入れて、あ、出た。ガムボールを入れるところを作ります。透明なコップの底を丸く切っていきます。やろうか。ガムのパッケージで受け皿を作るよ。ここだ、こう切るんだ。このシールフェルトを使って可愛くしていきましょう。おー、うん、硬いね、これ。うん、切れ
されたそしたら受け皿と紙コップの部分を合体させよう。はい、受け皿つきました。それじゃあ紙コップに色をつけるよ。ゆいりんはリンゴ味だからこの赤色、ほとちゃんはグレープ味なんでこの紫色で塗っていきます。はい、塗れるかな。塗るん楽しいね。ぶどうぶどう、ね、ゆりりんご好き。みかんが好き。りんごはあんまり。あらら、一番好きなのりんごじゃない、みかん。いちご。いちごかい、そうか。よし、塗り終わったので乾かします。この透明なコップにフルーツのシールフェルトを貼って可愛くしよう。あー、ハートみたい。じゃあね、いちごはないね。うん。晴れました。乾いたよ。他の4つの味のガンボールマシンにも色をつけておきました。それじゃあ合体させよう。ジューサーみたいだね。ハンドルの部分にガムのパッケージを貼ります。メロン、メロン、すごい圧巻のフルーツ選手たちだ。完成。じゃあこのフルーツガムをね、入れていくよ。合ってる。おー、うん、おお、じゃあ早速回してみよう。あー、おでした。あ、出た、よかった。出た。せっかくだから他の味を混ぜて試してみない？どれがどれが美味しい、食べてみて。オレンジと美味しい。お、柑橘類でいった。お、出た。あ、すぐ出た。おーだ。はい、じゃあ混ぜて食べてみて。はい、どんな味？うん、きっと酸っぱいですね。でも意外と美味しかった。酸っぱい。そうだ、ホトちゃん、6種類全部食べてみて。え、全部？おい、おい、どうですか。おー、じゃあ6種類。はい、まあね、美味しくないはずはないけどね。懐かしい味がする。だって子供の時こういうの意地汚いから全部食べちゃうもんね。ガーってまとめてね。なんかそういう悪ガキの味がします。美味しい。今日は紙コップでガムボールマシンを作っていろんな味のガムを食べてみました。ゆいりん、どうだった？ガムボールマシンを作るのが楽しかったし、回すのも楽しかったです。そうね。ガムボールマシンに入れてほしいお菓子があったらコメントで教えてね。昨日の動画のクイズの答えはこの動画の概要欄にあるよ。見てね。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。